疲れ様です。どうぞです。はい、本日はこちら、神戸ですかね、はい、にあるこうスパシャルオフィスにお邪魔しましたが、はいはい、どうされましたか。まあ、あれですよね、まあ、ちょっとプチ話題になった、はい、あの成り上がりでね、カイトがね、うん、スパシャルの冠スポンサー、成り上がりのねスポンサースパシャンがしてくれたんで、それの商品をね飛ばしたっていうのが結構まあ話題になってて、はい、でまあまあ大会で会見後にちょっと3人で喋ったんですけど、まあ言うてもあんまり時間がなかったんでね、ちゃんと謝罪とちゃんとお話しさせてもらいに来させてもらおうなと思って、はい、ちびカイト連れてきました。はい、はい、じゃあちょっとカイト君に登場していただきましょう。はい、お疲れ様です。そうです。な、謝罪しに来てんのにお前この格好赤いのお前、ドラゴンボールみたいなしっかりスーツ着てこな。スーツ持ってないです。でもこいつでもこう、いろいろあるみたいで、はい、なんかまあ17歳もう18になったんか。18になりました。なったとこで、まあ、こいつなりにこの格好でなんかやっちゃったじゃないですか。だからなんかこの格好でしっかり謝りに行きたいっていうなんかこだわりがあったみたい で、 そうなんです。こいつなりの反省らしいですよ。これがありました。まあこの後ね、今日はスパシャンの河野社長も今もお待ちいただいてるんで、そこでちょっといろいろとお話できればなと思います、はい、で偉そうに言ってますけど、俺もこの格好ですからねスーツですよ、仕様なりの。はい、そうです。まあしっかりね、はい、ちょっと頭下げるとこは下げて話しに来ましたので、はい、皆さんご覧ください。じゃあ早速ちょっと、はい、ということでですね、本日は、スパシャンの本社に、コージー CEO と、カイト選手を一緒に来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。河野社長、まず、いろいろ迷惑かけてすいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。まあ、一応先日大会が終わった後に、うん、まあ一応おしゃべりはしたものの、多分まあしっかりとこういった形で謝罪ができてなかったってところと、まあ僕が見てた中でも浩二君とちょっと社長の関係値の中で、まあ、あの時は当日、まあ、丸く収まったって言ったらあれなんですけど、まあ、一応こうああいう形で締めていただけたんですけれども、まあ、改めて大会終わって今2日経って、まあ、ちょっとしっかりとした謝罪っていうのが、まあ、ちゃんとした会話として設けれてなかったので、まあ、改めてちょっと謝罪をしに来ました。すいませんでした。すいませんでした。大会って何のイベントもそうやと思うんですけど、やっぱりスポンサーさんがいないとなかなか成り立たないものなんで、それをやっぱり成り上がりというね、まだまだなコンテンツをこう応援してくださるっていうのは、これすごくありがたい奇跡な話 で、はい、で、それをね、社長がこう、まあ、将来のね、まあ将来活躍するような選手を作っていって、格闘技をね、もっともっと盛り上げていくっていう意味で、お前の、その考えに協賛するわっていうことで、はい、やってくれたのにもかかわらずね、うん、やっぱりこうスパシャのね、大切な商品をね、はい、やっぱりスパシャのファンもたくさんいるわけで、そういう人たちの大切に思ってるものをね、ああいうふうに当たってしまうっていうね、すごくブサイクな話をね、はい、社長に届けてしまったんで、うん、それはもう会場にもね重々喋ったんですけどね、はい、まあ選手としてやっぱりすごくこう大技で返すじゃないですけど、情けないことをしてしまったんで、それはまあ一緒に謝りに行こうと、はい、でまあこいつ17歳なんですよね、うん、ほんで、あ、もう18だったんか、18歳なんですけど、こいつ15歳ぐらいで中学卒業して、そこを自分のところこう上京して、はい、この格闘技界で成り上がりたいっていうことで来た子なんでね、すごい格闘技に対してはすごい真面目やから、そこをね社長にちょっと もっともっと分かってほしいなと思って、はい、そう今日連れてきましたね。はい、まあいろいろとニュースが出た後にまあ賛否が、まあ、各方面であって、うん、まあスポンサー、はい、それであの場でスポンサーするって言ったじゃないですか、はい、まあそれもやっぱり賛否両論があって、もちろんそれを許したことによって、まあ、また同じようなことをする人が出てくるって言われれば、そうそう、まあ、世間的にはやったもん勝ちじゃないかとね、うん、そう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 、でも俺が思うのは、まあ、それの話で結局は俺たちも17歳の時どうやったって考えたり、
なんかいろいろ考えることがあって、じゃあこんだけギラついとったかって言ったらそうでもなかったりも、そこがちょっと彼の将来を見たいっていうあれで、まあ誰だって過ちは絶対犯すじゃないですか。過ちを犯したら、じゃあそれで終わりかって、じゃあこいつ過ちを犯したカイトの人生を積むんか、大人がって。もちろんやったらあかんことするけども、はい、そこで一回だけでも手を差し伸べるのが俺は大人やと思ってるから、俺らもそうやって、大人たちにこう支えられてきたわけで、はい、で、いろんな道しるべになってもらったわけで、で、まあもう俺らもまあまあいい年の大人やんか、はい、まあだから次は俺たちがそれする番なんちゃうかなと思ってて、はい、まあむしろ浩二にもそうやしまあなんか俺はまあ賛否両論ほんまにやって、会社にも問い合わせも結構あるし、はい、うん、こんなん言うとしたらまた同じようなことしますよってで言われるけど、まあもう次したやつはもうこの押しってやってるからもうあれやけど、まあ、今回は許すとかそういう意味じゃなくて、ちょっと俺は彼が今17、18が10年後どうなってるかと工事みたいになってるかも分からへんし、はい、もうそうやってやっていくのが俺たち周りの大人の責任やとも思ってるし、だからもうちょっとそれをね、模範的になってほしいなと改めて、そのためにちょっと協力したいなという、協力するというかまあ息子みたいな感じじゃない、見ていきたいなっていう、これを得て海藤選手はまずどうですか。スパシャンさんの商品にやっぱ怒りをぶつけてしまったことっていうのは、まあ、本当に自分自身本当に反省してますし、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、自分はこれからじゃあ謙虚に真面目に会見だけして、試合をするっていうだけの選手にはなりたくないんで、自分がやっぱちっちゃい頃格闘技を始めようって思ったきっかけは、やっぱヒール役の人らを見て、あ、こういう人になりたい、こう将来はこういう風になるんだと思って格闘技も始めてますし、なんで自分のこのやってしまったそのスパシャンさんの商品を、倒してしまったっていうことに対しては本当に反省してるんですけど、自分はその自分のこのやり方、この生き方っていうのはぶらしたくないなと思って、これからも格闘技はやっていこうかなと思ってます。なんか俺そのカイトのあれを聞いてね、やっぱ自分らがやっぱりそれを見せてきたっていうのもあるし、やっぱ、そのヒールをね自分がやってきたじゃないですか。でそれを見て今若い子たちが、まあ、全員が全員自分らをね見て自分を見てきてやってるわけじゃないと思うんですけど、でもやっぱり大なり小なりこう今の若い子たちにこう勘違いをさせてしまったのは自分らの責任でもあるなってすごい思ってて、なんかヒールがいてベビーがいてやっぱ盛り上がっていく世界やから、それはいいし、ヒールはヒールなりにすごくいらんこともしょうがなあかんし、ビッグマウス言えばこう言わなかったらしょうがなくていいこともすごいしょいますし、やっぱり批判も浴びるから、ヒールはヒールですごいこのどの世界も大変やと思うんですけど、やっぱり一番は俺が言ってるのはその自分のケツ自分で吹かれんことをするなって俺はすごい思ってて、まあ今回もこういうことになって、やっぱりいろんな応援してくれる人、いろんな人にやっぱりこう恩をあだで返す形になるから、そこはやっぱりエンターテインメントやからこそすごい考えないとなと思うな、うん、だからやっぱりあっこでこう手を出してしまうやんか、お前とかこう17歳が分かるんですよ社長、こう俺らもね17歳の時自分らの感情を抑えれるかって無理じゃないですか。最初は盛り上げよう盛り上げようって考えてて、ああいう人の前で立つっていうことがすごい難しいことやから、でそこでこうムキになってしまって自分を抑えられへんやなっていう気持ちは分からんでもないんやけど、それ分からんでもないか許せられる世界ではないからさ。だから俺が何が言いたいかというと、やっぱりあっこでさ怪我をさせてしまって、もし相手にな次の日試合ができなかったとしたら、もうどうすんのって話やんか。お前がこれがメインカードとかやったらもう大会一つ穴を開けることになるし、相手にもすごいたくさんの協力者がいて、相手もリングに上がれてるわけやし、お前もそうやろうし大会側もそうやし、もういろんな人の力で大会って成り立ってるわけやから、それに怪我をさせて穴を開けたもエンターテインメントもクソもないから、それは最低限こう煽り合うとかいいけど手出すのはおかしいと思うし、その辺をお前らが履き違えて、あー工事もしてたやん、あの選手もしてたやん、で俺はそれ見て育ったからっていうのはすごく良くない。
だから俺がそのお前がペットボトル投げるの俺もすごいお前はマイク投げたからな、あれもすごい反省したし、かっこいいことではないっていうのは俺もあの時はもう感情抑えれんとそんなしたからさ。でもそれは全然かっこいいことじゃないから、いいとこばっかりこうスター選手とか光ってる選手のいいところばっかり見るんじゃなくて、あこの選手はこういうふうにしてるんやとか、こういう努力をしてるんやとか、そういう部分をやっぱ見ていかんとお前のためになれへんなっていうのはすごい思ったよな。だからこうやって社長に応援してもらうことも奇跡やし、もうこれほんま奇跡やねんな。あのだってお前が勝手に格闘技してるだけやんか、それを応援してもらう、俺もそうやで、俺も勝手に格闘技してるだけやのこれ応援してもらえるっていうのはそういう奇跡な話で、これはやっぱり少しでもいい思いしてもらうようにおんおんって返さなか、俺はそういう男にほんまになってほしいし、じゃなかったらこうやって社長がまあ許す許さないじゃないけど、もう今結果許してくれてはるわけやから、それをあああの時カイト応援してよかったなと言ってもらえるように必死こかなかと。自分がそのコウジさんみたいにやっぱ成り上がっていくことが一番の恩返しだと思いますし、まあ迷惑もかけた分やっぱそういうところは絶対に忘れないで、これからそうですね、格闘技をやってこの格闘技界を盛り上げられたらなと思ってます。そのためにはもう練習ですよね社長。これも練習しまくるんと、はい、今回この件があってこれ逆にこれコウジがおらんかったらどうしてたんやろと思うもんな。これとコウジの関係やからこうすぐ連絡取れてって、すいませんってあいつダメなのちゃうんですよってそういう時どうしてたのってなった時に大人の人が結局は助けてくれたやろ、はい、だからそうやって責任ある行動をさこれからちょっと心掛けて、はい、やっていけるんじゃないかなと思うし、もう俺もスポンサーするって言ったけど、まあ、どういう形でスポンサーしようかなとか、まあ、俺あれはなんかすごい社長が俺は冗談でね、まだ格好つけてって言ってたけど、いやあれは社長の、やっぱり社長もこう何も言っても頭がいいんでね、あの場が一番丸く収まることを選んでくれたけど、思いのほか結構こう、まあ、炎上したって言い方はあれやけど、まあ、炎上したわけじゃないですか、はいはい、それを丸く一番収めてくれる形を社長は取ってくれはったんやろなって思うんですけど、俺がそう思うのはその果たしてスポンサーしてもらう価値があるのかお前にっていうところをやっぱりお前は見せていかなあかんと思うし、はいじゃあもうこれでスポンサー決まりですもう社長が言ってくれたからって言うんじゃなくて、やっぱり社長が改めてやっぱお前を応援したいって言ってくれるようにお前がこうね次の大会もそうやし次の大会までもそうやし、これ見せていかなあかんと思う。そんな甘い世界じゃないですからね。俺が言いたいのは俺は成り上がり、まあ、格闘技界全体というよりも、まあまあ俺は成り上がりをやってるから今成り上がりの選手に言いたいのは、やっぱそんな甘くないって、何の世界もそうやと思うんだけど、そんななんかポッと大会に出てちょっと乱闘してちょっと目立ったからスポンサーしてもらいますとかさ、ちょっとなんか試合したから応援してもらえるとか、そんなんで成り上がっていけるような世界じゃないから、もう誰もが見てないところで必死こいてもう吐くほど練習して、もうこんなにもたくさんに格闘家おんねんからさ、誰よりも練習して誰よりもパフォーマンスとか何よりもやっぱり練習してやっぱ実力をつけないと、でそこにプラスパフォーマンスが出てくるからみんな試合見たらそれに感動してくれるわけよ。勝ち負けも大事だけど、やっぱりお前の戦う姿にあこの子はこんなに必死にかけてやってんねんな、そういう試合をしたかっていうところやな。やっぱ試合前からいろいろニュースになったりして、やっぱ自分ではここでは負けたらやばいっていうその重圧を感じて、やっぱしょうもないその勝ちに徹する戦い方っていうのをやっぱしちゃって、でも自分がその試合終わった後に見て、この戦い方を見て応援してくれる人はいるのかって客観的に見て思ったんで、やっぱもう勝ちに徹するとかじゃなくて、もう熱い試合、その MVP みたいな、ああいう試合をしていってからこ そ, そのスポンサーさんだったりそういう人らがやっぱり応援してもらえると思うんで、やっぱそういう試合をこれからはしていかないといけないなと思ってますし、まあ、盛り上げも大事ですけどやっぱ試合が一番なんで、そう試合でやっぱ一番見せないといけないんで、まあ、そこをしっかり
次の大会からはもうバチバチ打ち合ってみんなが会場を沸かせれるような試合をしていこうかなと思ってます。まあ、でも客観的に僕の意見ですと、やっぱりちょっとこの成り上がりの選手だったり、こう最近出てきた他団体の若い選手がすごい履き違えてるなと思うのは、もう割と浩二 CEO も、まあ、どっちかっていうと今まではやっぱり乱闘というか、こう今回の件に近しいような会見はしてきたと思うんですけれども、これは本当に一緒にやってるからとかではなくて、これは浩二君じゃない選手、じゃあ彼が芦澤選手にしても、やっぱりなんだろうな、一番こう裏側とかも見てて思うのが、選手である前に一人の人間としてやっぱり最低限のこう人間っていう軸ができていく中と、あとはそこに注目されるまでの実績もある中で、その最高のエンターテイナー2人がさらに試合を面白くするためにも、僕はあの会見だったら必要なんじゃないのかなっていうのはすごく思っていて、それは結構あの鈴木アナともこうあの会見の対戦発表の会見の後とかも結構喋って共感した点なんですけど、だからなんか今の発言だと、もちろん選手だから試合を盛り上げるっていうのも一番ではあるが、その手前の段階でまずそもそも選手である前に僕ら人間としてのやっぱり筋道を間違えてしまうと、結局いい試合をして殴り合いをしたところで、その人間性が入ってないと見てる人たちは感動しないのかなっていうところは、やっぱ今回の大会って別に海斗君だけではなくて、まあ、すごく全体的に感じていて、結局やっぱりライジンさんだったり K-1 さんだったり他の団体が今あんだけの集客力があって支援してくれるのは、選手としての前に人としても最高な人たちがさらに強さとブランディングを持った格闘技のオールスターたちが集まるから、やっぱり埼玉スーパーアリーナだったり東京ドームを埋めれるっていうところがあって、今回僕の立場から見ると、今後成り上がりが大きくしていくっていうところは、もちろん熱い戦いっていうのが二の次っていうわけではないけど、やっぱりこうピックアップしていく選手の最低限の人間性の土台っていうところもやった上で、やっぱりその会見でのエンターテインメントだったり試合での熱さっていうのがついてくるのかなとは思ったんで、もちろん一番選手なんで試合に勝ちに徹していい試合をしてはもらいたいけど、まあ、僕は逆に言うと、この成り上がりっていうところで別に格闘家じゃない立場でやらせてもらってる僕の意見からすると、まあ、選手っていう基礎の強さも大事だけども、勝ち負けの前のその人間性っていうところも、成り上がりの選手は今一度ちょっと今回のボリューム4大会でキュッとして、やっぱり次につなげていきたいなっていうのが正直な意見なんで、そこはなんか一応頭の片隅には置いた上で、選手生命は続けていただきたいなっていうのはあります。客観的に見て、今ライジンの選手もいてる、同じような若い選手もいてるやんか、もうレベルがそこに行ってない、全然。だから見てても面白くないの、なんかもうただの喧嘩しようリングの上で、それをほんまに盛り上げようと思ったらもっと強くなって、それじゃない、そうです、急激に強くなってたら面白いもんね、はい、うん、やっぱ自分も、まあ、茨城から16歳でやっぱ高校を辞めて出てきて、でその時に親の反対もあったし、でその反対を振り切るのにはもう自分自身で出てくしかないと思って、家出して、でホームレスとかしながらやっぱチームワンジムに行かせてもらって練習するっていう、なんかそういうのを見て、自分がもうただ練習した気になってたなっていう、今回の試合を持って、もうそういう自分、他の人がしないことをやってるから俺は大丈夫だろうっていう、そういう甘い考えで、まあ、今回も練習した気になっちゃって試合しましたし、で ああいう、まあ、勝ちは勝ちですけど、まあ、ああいうみんなが応援してもらえるような試合はしてないと思ってるんで、やっぱ練習量もこれから上げていかないといけないし、もうなんていうんですかね、もう成り上がりの選手は、まあ、自分含めてみんな多分練習量は足らないと思うんで、そこをやっぱ考え直して、まず自分が、誰よりも練習して死ぬ気で練習して熱いファイトを見せるっていうのが、恩返しだと思いますし、この成り上がりっていうのをでかくしていくためにも自分がそれをやっていかないとなと思ってます。その今回ね、カイトがこういうことをして、してしまって、それをね、僕はこう、まあ、先輩としてね、まあ、CEO として、
しっかりカイトに伝えきれてなかったのが俺がすごいこう未熟やし、俺自身の問題でもあるんで、すごく申し訳なかったとはカイトにも思ってるんですよ。けどやっぱ、まあ、この世に一個伝えたいのは、まあさっきね僕の話もあったし芦田の話もありましたけど、僕らってすごい下積みがあったわけですよ。どういうことかって言ったら、僕らはポッと出てきてポッと乱闘してるわけじゃなくて、まあ僕で言うと、15歳からこの世界に入って26歳で K-1 出たんで、まあ、11年ですよね、はい、こうマイナー団体って言われる団体とかでこう、まあね、悪く言えば誰も見てないような団体でしっかりベルトを取って何戦もして何十戦もしてやっとそこにたどり着いて、そこで初めて乱闘してるんですよ。だからストーリーがあるわけですね。アシドンも一緒で、彼も、違う団体でチャンピオンになって、そういう下積みがある選手たちが上に来て、そこで初めてパフォーマンスをしてるんですよね。これが大きな違いかなって俺は最近思ってて、最近やっぱりポッと出てきてる選手たちが乱闘してバーってするじゃないですか。そうじゃなくて、僕らは胸張って言えるのは、しっかりドロドロになってきつい思いして、でやっと人の前に出てきて乱闘するから、過去のストーリーもあって、全部そのストーリー対その子が持ってたストーリー対僕が持ってたストーリーがぶつかり合ってドラマができると思う。そこで初めて盛り上がるんだ。だからやっぱり格闘技まだ初めてですか、あの実績もないような選手同士がこれをやったって、これは社長が言ったようにただの喧嘩やねんな。だからそこに感動が生まれない。だからまあこれも賛否両論あるけど、俺対タケルも俺がもう何年も追い続けて、何年も言い続けて、やっとそこにいろんな元 K-1 チャンピオンとかね、いろんなタケルの兄貴分とかを倒して、やっとやっとタケルをこう捕まえた。で、タケルはタケルで何回も防衛して、あいつの素晴らしいストーリーがあって、で、このストーリー対ストーリーがぶつかるから、初めてドラマになるな。だから、それを履き違えてほしくない。これは何の世界と思う、一緒やと思うんですよ。あの、社長で言ったら車で、その辺でポッと始めた、何のストーリーもない街の車やと、社長みたいにこう、店ね、作ってから何回もこう、炎上したりいろんなことがあって、やっとこういう大きい会社作ってる人が対決したところで、これ何のストーリーもないわけじゃないですか。やっぱストーリー持ってる者同士、努力した者同士が当たるからドラマが生まれるから、そこをやっぱ履き違えてほしくない。だから今はそれが大きな違いかなと俺は思います。だからカイトも自分のストーリーをもっと作れるように、それっていうのはもう努力しかないから、それはもうちょっと頑張ってほしいなと。そのストーリーを得て、お前が必死に戦う姿に感動が初めて得るんやと俺は思う、うん、そうだからその努力をまず怠らず、もう社長とかも近くで見てくれてんねんから、あこいつあの時のあの物を投げ倒した時よりめちゃくちゃ変わったのと、人間性ももちろん試合も変わったので、これは相当の努力したんやなって、もう見てくれる人は見てくれるから、分からへん人は何言ったら分からへんからさ、その見てくれる人を、社長みたいに見てくれる人を大事にしていってほしいし、お前にも親とかさいっぱいいるわけやんか、助けてくれてる人が、その人たちの赤い人って変わったなと、こいつかっこいい男になったなと思わせていくのがお前がやることやと思うよ。賛否両論あって、俺が別にさ個人的にさ、お前可愛いなってこれから頑張っていけよって言って、でなんかそれを一緒に見ていきたいだけの話で、周りのことなんか気にせんでもいいし、その代わりそれはさ、やっぱし目標っていうものはさ、諦めずつ追い続けてほしいよね。その目標なんなの？自分はやっぱ今はなんていうんですかね、流行ってるのはやっぱもう小林さんも言ってますし、 MMA が今めちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。でその MMA、その前はやっぱキックボクシングが一番目立ってたし、自分もちっちゃい頃から小路さんとかそういうのを見て育ったんで、ああこういうキックボクサーになりたいとかっていうのはちっちゃい頃思ったんで、で自分が今もうそういう風になっていこうと思ってた時にはもうタケル転身が終わって、格闘技界がもう下がっていって、で新しく MMA がやっぱ流行っちゃって、キックボクシング界がもう下火っていうか、全然スター選手がいなく、やっぱ盛り上がってないと思うんで、やっぱ自分が見てきたのはその盛り上がってるキックボクシング界なんで、まあそこを自分が盛り上げていきたいっていうのもあるし、今の K-1 のヒトラーとかライズのヒトラーはやっぱなんていうんですかね、ただ強さだけ求めて
格闘技をやってると思うんですけど、そんなんじゃ絶対盛り上がらないと思うし。盛り上げたいの？盛り上げ、格闘技界を盛り上げたいって、まず強くならないと。そうですね。そう、まず強くならなあかんって。社長が俺のことを してくださったきっかけはあれやからな。あの、俺がライジンで負けてる姿を見て、うんうん、あ、こんなやついるんやと、うん、俺も張り切ろうと思ってくれはってこうなったわけやから、だから俺がこう俺は選手やから悔しいから胸張って言えるわけじゃないけど、やっぱりこう必死こいてる姿にやっぱり、やっぱ人っていうのは応援しようと思うと思うね。そうそう、あの時鮮烈に覚えてんもん。俺ライジン大阪で見てて、で、まあそれコージが負けた、ね、で俺その時コージってなんかコージのこんな金をコンコンコンやって、なんかもう派手なやつおるなみたいな、なんなんこれ、それまで全然知らんかったよ。派手やなこいつと思って、なんかもう偉そうなこと言ってるしと思って見とったんや、はい、で負けたんや。負けて、あの潔さとか、俺結構リングサイドおったんやかな。でそれを見てて、あいつかっこいいな、またコージってこんなんや、メモっといて。でその後にライジのメインスポンサーすることになって、はい、でそこでお願いして、じゃあコージちょっと興味があるって。それが全然知らんから、んであって飯食いに行ってんな。こいつね、めちゃくちゃ可愛いんですよ、こいつ、うん、こう新幹線ね、うん、乗ってもずっと緊張します、緊張します言って、うん、こいつ裏でもめっちゃおとなしいんですよ、うん、だからまあまあそんなことを言う、だからどうってことはないんですけど、だからこそこう必死こいて俺は成功してほしいなと思うし、まあ何が成功ってね、人それぞれやから分からへんですけど、こいつが思ってる夢を叶えてほしいし、うん、こいつらしく進んでいってほしいんでね。だからまあほんまにこう、まあ甘いっていうね意見とかもすごいわかるし、だけどやっぱりさっきも言っちゃうんですけど、まだねやっぱ子供やから、やっぱりこうみんなでね温かい応援してやってほしいし、うん、やっぱ俺たち大人がちょっとでも支えれるように、俺たちがちょっとでもいい風に手本になれるように俺らも直さなあかんとこいっぱいあるし、うん、そういう風に思いますね。だから俺は応援しようと思っただけ、はい、うん、やっぱ正解ね不正解これは人それぞれやけど、うん、やっぱり自分の思いを伝えるっていうことがすごい大事なことやから、はい、それをねこの年でやろうとしたことは、うん、すごいいいなと僕も思うんで、うん、はい、あかんことはあかんと、しっかり伝えることは伝えてね、はい、切磋琢磨していくんで、ちょっと社長よろしくお願いします、うん、すいませんでした。いやいや、まあうちで車帰るぐらいまでなって、いやでも本当に今回はたまたま海人選手がこうなっただけで、今後成り上がりを通してまた違う選手も同じことは起こしてたかもしれなかったんで、うん、まあちょっと興行としても厳しいね、まあ、はい、ちょっとこの辺は課題として、今後もいい選手は輩出していきたいなって、やっぱりいい試合だったりいい選手もいっぱいいるんで、ね、まあなんで海人選手には逆に今後期待度が今後高まるんで、もちろん試合もなんですけど、さっき言った最低限人としての部分だったりとかもね、はい、社長最後にちょっとリョータと大野をちょっと応援しちゃってくださいよ、これスポンサーとかじゃなくてもいいんで、ちょっと面倒見たってください。あの2人の試合最高やったでしょ。うん、もムキムキやろ、うん、やっぱそうそうムキでもこのムキムキやろってやるのも努力の賜物やん、努力してるからそういう印象になるわけやし、やけどほんまに俺はああいう選手だが上に行けば、うん、表舞台に立っていけば、すっごいいい格闘技家になると思うんですよ。頑張って頑張ります、まあ、自分が一番今やるのはやっぱ練習ですし、やっぱ強くなること、うん、まあだから自分のストーリーよな、自分のストーリーを作っていかなきゃんっていうことですよ。はい、では、はい、これから社長に変わった姿を見せて俺いきなりジムとか行くで。はい、いいこいつでもねゴッと練習する練習するというか、ちゃんともう終わった後も悔しかったです言うて、コーチさんすいません言って、うん、試合終わった次の日から練習しました、うん、来てました。ギリギリやったもんな、この間。ギリギリまあ、はい、そういうことで、社長ありがとうございます。ありがとうございました。いただいて、すいません。